ロイヤルサブキン劇場つなげ国民の声ここからは私たちウィッチナイトあここからは私たちウィッチナイトそして王子が国民の声お題を3つ盛り込んだラジオドラマを撮り直しなしで演じますウィッチナイトそして王子に与えられた練習時間は30分のみセリフ中に盛り込まれたお題ははっきりと演じましょう今回のお題は スピカソさんより、一番いいのを頼む。サジーさんより、蚊取り線香。ミミズクさんより、肝試しをいただきました。うん。はい。なんかちょっと夏らしいのが。うん。そですね。ワードで入っとるの。スピカソさんとか初じゃないですか。スピカソさんね。スピカソさん。スピカソさんって言ったけど。スピカソね。スピカソさん。スピカソ。あれじゃないですか。これあの、スピラスピカのなんか、友達じゃないですか。友達なんですか。いや、知らないです。 ちょっちよし今日もやっていくよはい、はい、頑張りましょう僕ナイトと私ウィッチと我が輩王子は最後まで演じ続け物語を完遂させてみせますあの確認したいのですがはい人違違いいいいととうことはないですか間違いありません、うん、そうですかじゃああなたは 僕に、その…はい恩返しさせていただくために参りました恩返しはい。あの時、命を助けていただいた、蚊でございますああ覚えがないんですが…蚊ではなく蚊ですあ、いや、そういうことではなくそちらに覚えがなくとも、私はこの御恩を一生忘れませんあの、あなたは蚊なんですよね そのあのモスキートの方のはいその蚊でございます信じられない確かに恩返しするために人間の姿で参りましたので随分見違えてしまいましたよね見違えあ、えー、まあでは蚊取り線香はありますか蚊取り線香電気式のならありますけど液体のそれで結構ですそちらのスイッチをオンしてください 即悶絶いたしまやいや人の部屋で悶絶されてもやはりお優しいこれは何が何でも恩返しさせていただきますあのそもそも僕が命を助けたってどういうことですか昨日、近所の神社に行かれましたよねああ友達と暇だから肝試ししようってことになってその時クモの巣に頭を引っ掛けられたでしょあはい引っ掛けました その蜘蛛の巣に、私は捕まっていたのです。あの時、あなたが頭を引っ掛けて蜘蛛の巣を破壊して助けてくれなければ、私は雲に体液を吸われてしまうところでした。はあ、そういうことでしたか。ああでもそれはたまたまで…結果的に命を助けていただいたことには変わりません。ありがとうございます。あぁ、これはご丁寧にどうも。それじゃあ恩返し、何しましょう。え こっちに丸投げなのどんな恩返しがいいか一番いいのを頼む何しましょういや急にそんなこと言われても困るだいたい飼って何ができるの私たちメスは血を吸って卵を産むことくらいですねオスは草の汁とか吸ってますあ、産みましょうか卵あー困りますこんなところでうっいや産まないでいいしゃがまないでいい産まないでいいあ他に何かないんですかうん。 じゃあマクロモトで子守歌を歌いましょうか子守歌？はいこんな感じですかね、はい、いややめやめろやめろやめろそれも寝てる間に耳元で鳴ったら逆に寝られなくなるやつだようんでしたらちょっとだけ血吸いましょうか落ち着くように別に血の気が多くて騒いでるわけじゃないよ 大丈夫ですもう感謝の気持ちは受け取りましたそんなちょっとでいいんです吸わせてください卵たちのためにも目的変わってるじゃないかごめんくださいえ誰ええううあの時巣を壊された雲ですバケモノバケモノだ 人の姿で来るのが面倒だったからちょっと大きさだけ人間サイズにしてきただけじゃないですか怖いそのたくさんの目足そのサイズの雲モはめちゃくちゃ怖いちょっとあんた何しに来たのよおーその気配はあの時のカカなるほど お前も恩返しに来たわけか。えお前もそう、私もその方に恩返しに来たんだよ。実はあの時、自分の巣のベタベタする横糸にうっかり絡まっちゃって身動きが取れなくなっていたんだが、この人が巣を壊してくれたおかげで脱出できたんだ。 だからなかなか襲ってこなかったのねどちらにしても助けた自覚はないんだよな結構ですとりあえずこちらのベタベタしない縦糸だけでハンモックを作ってきたので受け取ってくださいえちょっと嬉しいかもそれじゃあ私がそのハンモックで寝るときに子守歌をだからそれはいいってでは私はこれで あの時巣に引っかかっていたガとバッタとカオマダラクサカゲロウが外で待っているんで交代しま,す、ね、まだそんなにいるのか